Welcome back to my channel. I hope everyone is doing fine as usual. Well, I've uploaded a video about books I recommend the other day. I hope you watched it, and if not, please check it out. So today I'm going to share with you games that I recommend. As you know, there are tons of games that we can have fun. So today I've chosen three card games that are exciting, good for adults as well as kids, contains both grammar and vocabulary practice. And of course there are some rules to play, but as long as it's fun, we can make our original rules for it. So, I'm going to introduce what I do in the class and at home. いろんな色のカードに数字がついている。プラス、こういった動物の絵が描いています。Vocabulary、単語の練習。色の練習、数字の練習ができます。Bigger than. But that, what color is it? Blue. What's the number? 11. Good. What's this? Bear. 10. Bear. Bear. Good. だいたいこれができるようになってきたら、今度は2人ペアになって、1、2、Go. 6か5。どっちが大きいかな？大きい方が勝ち。っていう遊び方もできます。One, two, go. 12, 10. Which is bigger? Bear. Well? Well. Well. One, two, go. あ、はい。2枚ずつこんな感じで取り出します。で、簡単な算数ができる子であれば、数字を見ながら2 plus 2 equals 4. 1 plus 1 equals 2. こっちの勝ちっていうふうにできます。1, 2, go! 上級者には大きな数字。文章を導入する場合だと 1, 2, go! 6 and 10 なので A bear is bigger than a duck. Bigger than ladybug. 目標としては Caterpillars are bigger than ladybugs. っていう風に複数単数でも複数でも文章を作るっていうのが目標です。高学年になって10の繰り上げの算数も分かってきた頃には、ちゃんと計算をして20、22、People's are bigger than bears。すごくシンプルな遊びなんですけれども、対象年齢が幅広いので、何年も使えるアイテムだと思います。Bigger than。コースターみたいなカードなんですけれども、これも中に動物がたくさんあるんです。入ってるんですね。全部違う動物が入ってるのと、それぞれ大きさが全然違うんですよね。わざとなんですが、これも。さっきの Bigger than と一緒で、動物のボキャブラリーっていうのを学べます。Spotted. Spot it. Spotted. じゃん。Do you have a 何々の練習になります。例えばこのカード。ここにはあるけれどもここにはない。ありますよね。まあお互いは知らないんですけれども、例えば一人がこちらに対して Do you have a turtle? Do you have a turtle? タートルはいない。カメはいないので No, I don't. No, I don't. です。次にこっち。Do you have a parrot? Do you have a parrot? パロット、オウムいる？いた！ Yes, I do. Yes, I do. Do you have a parrot? No, I don't. Do you have a little? No, I don't. あと、
何枚かカードを持って、この中にいる動物がトータルで何匹いるかなっていうので、例えばクマだったら2頭、クマ2頭かな、見えるので、 There are two bears 何々の練習にもなります。ある程度ボキャブラリーに入っていたら、カメさんいないので There is no turtle みたいなことも言えます。グループでやる際は3, 2, 1, go! Donkey! Let's go! Good! 1, 2, go! Sheep! Frog! Seahorse!皆さん、ウノっていうゲームご存知ですか？私もよく昔ハマってやってたんですけども、まあ、あの英語版、ウノの英語版かです。じゃん、エイゴー！もうこれ最強ゲームだと思ってます。大人でもすごく楽しめるゲームなんですけれども、まあ、ウノのルールを知っていたらもうすぐにできるんですが、メインとしてはここに書いてるフォニックスです。この種類だけ今3種類あるんですけれども、フォニックス、アルファベットの音の練習、まあ、認識をしながら音の練習ができるんですね。ガン、オフ、グリラ、ケース、パス、ボス、まあ、何よりもフォニックスを身近に感じながら遊びながら勉強したい場合にはすごくおすすめです。で、基本的にルールとしては1人5枚から7枚カードを配ります。真ん中にカードを置いて、同じ色、同じ数字であれば出せるので、それを出していく。出したカードに対して必ず単語を読み上げる。ちょっと難しければ一つ、最低でも一つは読んでねっていう形でやっていく。 Look, see the paper. 1, 2, go! みたい、ポンプライス。で、まあ、このゲームを通して大人であればフォニックスのルールを知って発音をまあ意識するきっかけにもなると思うし、子供であればタイガー、ライオン、ダイナソー、この3つをもうセットで覚えるぐらいになっていくんです。子供は読めなくてもこっちがまあ読んであげることで言葉っていうのをマッチングさせるので、それでどん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 ボキャブラリーを覚えていくんですよね。大人の方が一緒に遊べるのであれば、そういう形で促してあげてもいいと思います。何これ？グラス、グラス、グレープ、グラス、グレープ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 、マスク、マスク、マスク。What are you wearing? I'm wearing a t-shirt. I'm wearing socks. Who is he? He's Ken. 質問がもうたくさんあります。カードがすべて Q&A 式になっています。日常的な会話の練習にもなるんですよね。こういったシリーズなんですね。Q&A の方です。英語 Q&A。ルールは一緒なんです。同じ数字、同じ色のカードに置ける。で、スキップしたり、戻ってきたり、ピックアップしたり。なので、そういった質問のやり取り、ゲームを通して学ぶことができます。ゲームの詳細はまた概要欄に載せておきます。まあ、家で英語に触れれるバイブルとしてはすごくいいと思うので、ご自宅で持っていてもいいかなと思いました。Alright, so thank you for watching today, and I will see you next time.